やつでしょ。俺おめえとの思い出はさ、うん、もう確実に1個あるよ、うん、2人でさ、あのさ、俺もう本当に忘れないのが、2人でさ、なんだっけ、あれやったやつ、板転したやつ。あー、あいつか。違う、それじゃなくて、九州のに板転してさ、うん、俺が電話口で、うん、わ、なやら、おめえこっちとらヤクザだぞ、このやろうとか言ってた。おめえ今どこに住んでんだ、このやろうって言ったらさ、九州のなんとかでさ、俺がさ、おい、てぐちゃん、地図帳開けってさ、お前が地図帳開いてさ、あ、そう、なんか近場の駅がやってさ、おめえがさ、ナビゲーターになってさ、その時ネットも発達しなかったからさ、地図帳でさ、おい、おめえの家の近くにこういう公園だろ、おめえが二人で今やそこに行くからやってさ、あったな。いや、そういうのやってたね。やってたね。あとあれだね。中学校1年生。歩くえ。歩くえでしょ。歩くえやつ、歩くえの掲示板荒らしてたわ。二人して。しかもちょっと、じゃあ歩くえの掲示板であれしようぜ。予定確認しようぜ。俺、ビンラディンっていう名前でしたか。おめえなんて名前なんじゃった。俺なんだっけ。なんかおめえ変な名前でしたよな。なんだけど、なんかやつだね。おめえビンラディン。俺ビンラディンってやつ名前でしたわ。歩くえって知らないでしょ、だってみんな。アルスクエストでしょ。アルスクエスト。で、俺たちがさ、俺と、その、よっちゃんと、お前とさ、もう一人の友達しか書き込んでなかったのに、うん、書き込み件数1万個目いって、で、みんなで祝ったんだよ。みんな1万個目おめでとうって4人しか書いてないのに。4人で1万個目も書いたんだよ、俺ら。1年ぐらいかけて。当時ネットだからなかった。なかった、なかった。俺たち先駆者だよ。アイボードで。そう、嵐の先駆者だよ。嵐の先駆者。あれもう15年前だからね。もっと、ああ、そんなもんか。これは15年前から嵐だね。そうそうそう。確かに。うん、くっそ。でも反応も来たよね。お前らやめろ、みたいな。そう。でもみんな追い出したじゃん。俺たちが、お前俺たちを舐めんじゃねえぞ、みたいなさ。名前見りゃわかんだろ、みたいなさ。個人情報バンバン出したじゃん。おめえ文句やんだったらここ来いよ、みたいなさ。あれ、歩け掲示板。歩け掲示板。歩けってまだあんのかな。だから俺たちで詰めたんだよ、あれ。嵐がひどいだね、って。掲示板封鎖しますよ、だからでさ、謝ろう、今、アルスクエストの。もしかしたら見てるかもしれないけど、ね、アルスクエの掲示板をの管理人の皆さん、ほんとすいませんでした、ほんとに。俺と、今日で、ね、謝りましょう。謝って。若い。ね。あれ、俺、加藤そ、純磯って名前出させて、俺。もう誰だ、その時は出してたんだ、俺。加藤そ、純磯。加藤そ、純磯って名前出たし。あ、そうなんだ。ジュンってどうだ、でもこんな名前だったっけ、カトソ。俺、カトソ、ジュンイソっていう名前だったし。一応伏せてたんだな。しかも、ジュンイソって違うしね。ちだし。いや、そう。カトソ、ジュンイソ。やってたね。クワバラは？クワバラはわかんない。クワバラも俺だよ。クワは俺。大抵俺だよ。あ、クワお前。あ、お前クワバラだ。新生ホイド。中パスでしょ？中パスとね。ねあと、加藤加藤そ、順位そ。知らねえんだよ。お前、加藤そ、順位そ知らねえとかもやべえぞ。お前、そんな名前じゃなかったじゃん。じゃあ俺、加藤そ、順位そでもやってたんだよ。うん。その、あと、マラのトリガーって名前出たし。これ多分、あれだろうな、まっちゃんだろうな。させてくれたんだ。で、俺たちいなかったら、掲示板。あんなに盛り上がんなかったよね、うん、歩け時代も。うん、盛り上がんなかった。うん。俺、ちなみに、もう一個荒らしてたやつあったよ。何？あの、モンハンの、うん。場所。モンハンの広場っていうところ、モンハン広場っていう掲示板が昔あって。うん。あ、それ、いくつの時に？もう初期。え、俺が19の頃。18、19の頃に、その、モンハンのなんか、村なんとかみたいなのがあって、うん。それでなんか、なんだっけ、ランバラルってやつが司会者やってたの。俺、ランバラノレって言うの。のとさ、ルレで。お、なんか、管理人さんが来たみたいな感じで、おや、バカ、ふざけんな、俺、ランバラノレだよって、それで、クソ笑ってたら、お前ら、俺にひざまずけよ、みたいな感じで。っていうか、なんかあったよね。その時代からも、なんかさ、ふとんちゃんとかさ。あ、まあ、そうだね。まあ、そうだね。なんか、魔法のアイランドみたいな。やったやつ、あと、あれやったりしてたよ。いや、それで、ネットをさ、あったじゃん。ね、どうぞ、知ってる、知ってる。それは、だから、また、あれで、今度の話だよ。そうだな。これ言っちゃダメ。言っちゃダメ。なんでかっていうと、俺の個人情報は出てるけど、あれは、みんなの個人情報バンバン書いてあるから。本名あれが、あれっしょ、むしろ。パイオニアって。あれパイオニア。俺たちが掲示板作って、悪口書きまくる。あれいいね。あれいいよ。あれ、よっちゃんはめてたんだよ。よっ
俺がよっちゃんはめてたの。自演して、警察ですみたいな。あのこの書き込みの人の携帯番号は090なんとか、頭文字これで合ってますよね、みたいな。あなたを逮捕しに行きますから、あいつ急いで電話してきて、俺逮捕されちまう俺それでまだ5回解いてねえから、あいつ騙したものだから。よっちゃんはめるって何なの？いや、俺そうなの。俺はめてたよく。よっちゃんはめて、俺もそうなんだよ。よっちってすぐはめ。で、よっちバカだからはまるじゃん。そうそう。だから、その警察から、おい、よっちゃん、警察からマークされてんの、やめろとか言いそうって、あいつ信用し、信じてさ、ずーっと心配したから、俺、警察にパクられたくねえよ、みたいなさ。そうだね。はめてた。俺、単独でやってんだ、俺、単独でやってるよ。俺、よっちゃんとふとんちゃん、マジではめてたよ。あー、ふとんちゃんもはめられるね。じゃあ、俺言ったじゃん、おめえに電話してたよ。ふとんちゃん、俺、死後の世界が見えるっていうのを、ふとんちゃんにずーっと言ってた。あれ、なんだろう、だから、いやだから信じてたの。あいつ人を信用するじゃんすぐ。ああ、そうだね。俺はだから本当に死後の世界が見えちまうんだよって悩み相談ずっとしたの。これネタじゃねえんだよみたいな。ね、なんかお前さ、それさ、ネタバラしないよ。俺ネタバラしない。それで目回ししたじゃん。おてみちゃん、ふとんちゃんからこういう電話かかってるけどさ、本当だって言ってくれみたいな。あれみんなにバーって言ってて、うん、おめえにさ確認の電話がいた時にさ、いいんだよそういうの。すごいいいんだけど。うん、ネタバラシしないよ。じゃあ、それで、ネタバラシしたのは、おめえも一緒に連れてってやれ、みたいな感じで。家にさ、ドクロをさ、家にそれっぽい。それっぽい。じゃあ、本物のドクロ。墓からさ、うち親父が墓を掘り起こして、俺の先祖のドクロを並べてこうやって。でもさ、そうだよね。うんこちゃんって、うん、そういうところすごいよね。うん、地蔵のさ、うん、これ言っていい？あ、言っていいよ。地蔵の首を折ってさ、なんか持ってけるみたいなさ。流行ったね、あのさ、肝試し。肝試し流行ったよね、19の頃。肝試しして、うん、おじゃがいけでしょ。そう、おじゃがいけ。待って、おじゃがいけ行こうよ、今度。おじゃがいけ配信しようよ。で、あ、そう、いいじゃん。うん、でも、うん、なんか、ね、純だけ、うん、俺は怖くねえ、みたいな。俺全然怖くない、その。そう、言ってんだよね。うん、なんか、こう、生きてて。うん、でも、そしたら、うん、いやいや、嘘でしょ、お前。そんな暗いとこなんかないでしょ。じゃあ、だったら、うん、ねえ、純一くんね、うん、地蔵の首折ってきてくれ。誰かに言われたんだよね。俺。あ、お前が言ったんだっけ。俺、信用できないの。本当は怖いんだろって、すげえ思ってて。俺、バカ、天狗ちゃん。俺は死闘で行ける。そうです。で、結局、うん、じゃあ、純が一人行かしていったら、うん、こうやって、飯が、持ってこようとしたんだけど、あ、そうだ、降りてきたんだ。違う、泥だらけになっちゃって、無理だったわ、って。重ねえから無理だ、つって。で、首折ったっしょ、地蔵。首折ってない、結局。あ、折ってない。その、罰当たるから、うん、それごと持ってこようとしたんだけど、さすがになんか、もういいやと思って。でもね、ねその後ね、うん、ションベンをかけたって。お茶がいけ、やめとけ。今は、例とかじゃなくて、ドキュンの溜まり場になってる。あ、そうなんだ。あー、まあ、そういうとこが怖いよね。おい、てぐちゃん、歩く絵残ってるらしいぞ。あ、マジで？ちょっとさ、URL 教えてよ、歩く絵。歩く絵やんね。いや、俺たちは歩く絵やろうかよ。俺とてぐちゃんは歩く絵じゃこれからもあるから、みんな荒らさないでね。歩く絵掲示板？歩く絵掲示板あるらしいよ。本当に？本当にあるの？歩く絵掲示板。あ、あるんだ。俺ちょっとで帰ったら調べとくね。歩く絵掲示板やろうよ。まだあんな。15年ぶりに。ねえ、平成でしたけどね。ソーシャルゲームの走りみたいな。うん、あれは本当に荒らしてたわ。あれだって、荒らすためにやったやつみたいな。違うでしょ。アルスクエストのなんか、その、攻略掲示板みたいな。実際俺たちアルスクエストやってたよね。やってた。ちゃんとプレイヤーとしてやりつつも、その、やってた。そう。やつ。そう。そうなんだよ。15歳の頃だよ、多分な。